はい、こんばんは。心の喋り場です。久しぶりです。はい、はじめまして。はい、ちょっとね、名前は、名前はポーと言います。ポーさん、ポーさん、ちょっと、まあ、ちょっとしたきっかけがあって、あの、招待していただいて今こうやって出させていただいてます。はい、昨日、つい昨日です。あ、あの、僕がアフィリエイトをやってたんで、そのアフィリエイトの雑談会みたいなの開いた時に、そうそうそう、まあ、参加していただいて、まあ、その時にこの YouTube のチャンネルを紹介していただいて、その流れで登場してます。で、コウさんも YouTuber であると対応対 YouTuber、まあ、コラボでございます。コラボ、うん、まあ、YouTuber といってもその、なんていうんですか、悩み解決の動画とか、あとはバンド活動もしてるんで、曲を出したりとか、まあ、そういうジャンルで YouTube をやってます。しかも2人とも下松市民という。そうです、下松出身でございます。じゃあちょっと下松についてちょっと語ってもらえますか。といえば牛骨ラーメン。牛骨ラーメン、牛骨ラーメンが有名なんですよ。僕知らなかったです、牛骨ラーメン。地元なのに知らなくて。まあでもあれですよ、牛骨ラーメンあるのは駅前だけです。駅前だけ。駅前少ないんで。少ないですね。少ない。これやっぱあれですね、紹介したら喜ばれますね。牛骨ラーメンうまいよ。実際に美味しいですか。実際にまあ美味しいですね。美味しいですか。美味しくないとは言えないんです。きっと美味しい、きっと美味しい、きっと美味しい。他は何か魅力はありますか。まあ、人が多かったりとか、住みよさランキングで中四国の中で1位みたいな。美味しい。ああ、すごいね。かなり住みよい場所。そうなんですよ、うん、隣の市はそんなに高くないけど福田町だけ高いって。それはなんか、それなんか理由があるんですかね。あるんですかね。まあ、建物が多かったりとか、まあ、子供が多かったりとか。そうですね、なんかいろいろあるんじゃないですか。財政的なところとか。2人ともあれなんですよ、2人とも同じ中学、末竹中学なんですけど、自分らの時はだってね、8クラスありましたからね。ありました、8クラス。8クラスってめっちゃ多いよね。ちょいね、ちょい多いですね。卒業した時に、あの、覚えてない同級生の数がめっちゃ多くて、ほとんど忘れちゃいました。すごいね、8クラスは。8クラスは多いですね。だから人数が多かった分、まあ、ピンキリだったとか。成績ですね。成績もピンキリでしたし、キャラもピンキリだったとか。確かに分かれますよ、なんか差別化みたいなのされます。時は、まあ、なんか動物園みたいでしたもん。そんなに、そんなにもうピンキリですよ。いろんな人おったってことね。まあ、そうですね、本当に、まあ、頭めっちゃいい子もいれば、まあ、不良の子もいるし、そうそうそう、ピンキリ、ピンキリでいるし、まあ、可愛い子もいれば、かっこいい人もいるし、みたいな。いわゆるスクールカーストがめちゃくちゃ広いんです。確かに、細分化されてる。高校はさ、どこに行くん。やっぱり中学から高校はどこに行く感じなの。高校は、まあ、下松高校。僕はですね、新学校です。新学校でございます。それか、僕は、高森高校です、ね。ああ、高森って、僕が、僕がいた時はヤンキー校でした。ヤンキー校。怖いです、ね。それかあと下松工業じゃないですか。下松工業。下松工業もでも値段高いです、ね。進学したい人は下松で、地元のいいところに入りたい人は下松工業。地元の就職なら下松工業ですね。まあ、大学行くなら下松工業です。名前は似てるけど。の同級生、同級はだって、あの、下校から大台はないですけど、京大とか、あの、阪大とか行った子がいる。まさにピッキリというか。ピッキリですね。僕はもう、クラマス候補の中では頭が悪い。全然、上の人には勝てない。そんな感じでした。やっぱ謙遜です。いや、クラマスやったら、笠戸島が有名ですね。ああ、有名です。島があるって言ったら、大体、なんかびっくりされますね。笠戸大橋っていうのがありますね。あそこチャリンコで登ったことがあって、めちゃくちゃ怖いです、ね。あの、下見た瞬間に震えます。高すぎて。
あそこなんか心霊現象が起こるみたいですね。なんかそういうこともなんかあるらしいですね。なんか有名なんか、うん、こう声がそうとしてもなんかなんか着水の着水というかこうそういう、そうですね、まあ、何の音かわかんないけど聞こえるらしい。いろいろ歴史が深い場所です。歴史も深いし闇も深い。闇も深い、うん、僕あれなんですよ、 あそこ造船所があるんですよ。ああります、カサドドック造船所。あそこで弁当を配ってたことあるんですけど、あそこ結構な頻度で、まあ、言っていいと思いますけど事故が起こってます、事故が起こって、まあ時々新聞に載るとか。そうです、船の事故、ね、あの要は結構でっかいあの材木だったりとかそういったのに挟まれるとか、あダマンダーダマンダーみたいななんで配ってる時結構怖かったんですけど、あ怖いですね、吹き込まれたらやばいですね。僕昔あの下松のカルビ王国っていうところで働いてましたよ。はい、あ、そうなんですか。そうです。あ、で彼も。肉屋さんで。あ、そうです。そこで知って。ああ、そうなんですか。焼肉屋で働く人のイケイケなイメージ。イケイケ。ああ。イケイケやったんかな。私やったかな。僕は本屋さんでしたね。ああ、本屋さんですか。目立たず、ね、影で。だってあれ、僕本屋さんの面接も落ちました。そうなんですか。あれすごいっすね。本屋の面接ってあの筆記試験があるんですよ。あのこの作家さん知ってますか。え、そんなんあるんや。あるっすよ。なかったっすよ。地元のホニャララ書店を受けたって。ホニャララ書店だいたいわかる。わかる。ちょっとしかないと思うんですけど、あそこ受けた時ももう筆記なんか作家の名前答えよっていうのがあって、芥川龍之介ぐらいしかわかんなかった。芥川龍之介戻したあんまり本の知識は関係ないと思いますけど、本屋さんの方が知っていても積極的に多いですか。そこは厳しかった。厳しかったね。じゃあ下松の穴場は何かあります。穴場、穴場すぐには思いつかないな。いいところ、いいところ。太鼓山、太鼓山だから今太鼓山じゃない。あったっていうか、あれ有名ですよ、ね、下松健康パーク。それはありがとう。あそこはですね、西日本で多分唯一スケートリンク場が、おそうです。で、あのフィギュアの町田選手っていうのも、その人がちょくちょく練習に来てた。そうです、あれですよ、羽生さんと同じリングに上がった町田選手。今度来たら3位も来るか分かんないから引退したんです。あ、引退したんです、ね。引退したんです。諦めなきゃいけないですね。諦めなきゃいけないです。あ、でも下松健康パークはですね、あの一度行ってみてください。めっちゃ快適なんで。見たことある。スケートリンクあるね。そうそう。スケートリンク。夏はプールでもなって。地元民は大体行ってますね。分かりました。じゃあ最後なんかありますか。最後。最後なんか一言。一言。お願いします。もし下松に来ることがあれば、ぜひ会いましょう。ああ、ぜひぜひぜひ会いましょう。この方はすごい人だ。はいはい、それではバイバイ。